河津昭斗氏は、日本のゲームクリエイター、ゲームプロデューサー。株式会社スクウェア・エニックス第2開発事業部長、兼エグゼクティブプロデューサーで、かつては、同社の取締役も兼務していた。熊本県立熊本高等学校卒業、東京工業大学理学部在学中に、ソニーから内定通知を受け入社予定だったが、事情によりやむを得ず中退。 後の1985年、スクウェアのアルバイト採用試験に応募した際、前日に採用が締め切られていたことを告げられるも、結果として採用される。入社直後、マスターアップ間際のハイウェイスターのデータ作成を手伝う。社員となり、ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジー2の開発に携わった後、当時の社長、宮本正史から新発売の携帯ゲーム機、 ゲームボーイのソフト開発を任される。宮本は当時爆発的な人気を誇っていた、テトリスのようないわゆる、落ち物芸の開発を望んでいたという。しかしか津は、石井光一と同じく、ユーザーは RPG を望んでいると考えた。そこで、あえて RPG を開発しようと試み、魔界投資さが、お世に送り出し、スクウェア発のミリオンヒットを飛ばす。以降、時空の覇者佐賀さん。 完結編を除くすべての、サガシリーズの開発に関わり、サガの生みの親として、広く知られる。2002年ゲームデザイナーズスタジオの代表に就任。前任天堂社長、山内博士の施設ファンド、ファンド級からの資金提供を受け、ゲームキューブとゲームボーイアドバンスの連動ソフト、ファイナルファンタジークリスタルクロニクルを開発した。2004年6月より、 スクウェア・エニックスの取締役に就任。引き続き、第二開発事業部長を兼務していた。もともとは、ファイブのリメイク企画に、代々的に関わっていたが、2005年8月以降から、病気療養中の松野康氏を乗れに代わり、エグゼクティブプロデューサーとして、ファイナルファンタジー12の制作統括の任に、ピンチヒッターとして当たっていた。現在は、 ファイナルファンタジー・クリスタル・クロニクルシリーズの制作式とファイナルファンタジー12の制作統括の任から引き続いてイバリース・アライアンス作品の制作統括を行っている。2007年5月23日に取締役を退任、エグゼクティブプロデューサーとして開発に専念する人事を発表した。ありがとうございます。